カリナへ娘が生まれて1年が経ち、育児、家のことなどで怒涛の日々が過ぎていく中で、家族の絆がより一層深まったように思います。子育ても2年目に突入しますが、娘の可愛さも、大変さも2人で協力し合い、楽しい家庭を作っていきましょう。今年はもう一人可愛らしい子供が我が家にやってくるのを、首を長くして待ちましょう。これからもよろしくお願いします。ケンジより。泣いてんな。なぜ泣く。なぜ泣く。君は嬉しいですよね。なんで泣いてんの。無意識です。無意識に涙が出てくる。本並さん、ありがとうございます。